皆さんこんこにちは仙台市副市副長の伊藤でございますすごいド派手な,なんかあれですよ、ね、ステージですよね、びっくりしました、別に予算が余ってるってわけではありません、あとね、ねここ出てくるときにです、ね、こう直角に回って出てこなきゃいけないって言われましてですね非常にびっくりしましたけれどもこんなに多くの皆さんに今日仙台フォアスタートアップスにおいでいただきまして本当にありがとうございます。明後日 3月11日、えー、震災から3年を迎えます本当に長い道のりではありますけれども皆様の大変な尽力で少しずつ少しずつ復興が実現してまいりました仙台の街に関して言えば相当皆さんのおかげで進んだというふうに思っておりますそうしたことを踏まえまして市民の皆さんの中からそろそろ 復興の後の経済成長をどうしようか、東北の未来をどうしようか、そういうようなことに関心が向けられるようになってまいりました。行政の方も、今までは復旧復興でどんどん走るだけしかありませんでしたけれども、よし、本腰を入れて、今度経済成長を考えよう、そういうふうな雰囲気も出てきたところです。先月、2月ですけれども、 えー、仙台市では、仙台経済成長デザインという政策の方向性と、それから具体策をまとめた案を提案いたしました。この中には4つの数値目標を定めました。その中でトップに来るのが企業です。日本一の開業率を目指しましょう。そういう目標を掲げました。 仙台は今、政令都市の中で4番目です。この4番目から1番目になろうということで、そうした目標を考えたところであります。震災以降ですね、実は起業する方々が非常に増えております。仙台でこうした仕事をやってみたい、ちっちゃなビジネスだけれども、それから始めようという人たちが増えてきました。その特徴はですね、 社会的な課題を解決していきたい。そういうことなんですね。今流行りのソーシャルビジネスを何とかしよう。そういうだけ、そういうものではありません。社会を変えていく。社会に変革を起こしたい。そういうような思いから、社会的な課題を解決する。あるいはその、利他的、利己的じゃなくて利他的なことをしてみたい。そういうような動きが出てまいりました。 こういうビジネスはユーザーの共感を得られますと急速に発展してまいりますそういうようなビジネスを仙台東北は求めているまたそういうビジネスが仙台東北を変えていくのではないかなと思います本日は基調講演にライフネット生命の岩瀬社長さんにお願いしました皆さんもご案内だと思いますけれども 子育て世代の保険料を安くして、子育てをしっかりやってもらおうというような思いからですね、インターネット通販による生命保険というのをビジネスモデルを開発した、そういう方です。そういう思いがこれからの企業に必要だということを、今日のお話でも聞かせていただけるんではないかなというふうに思います。加えまして 岩瀬社長をはじめといたしまして8人の皆さんに、えー、プレゼンをしていただきますそれから、えー、企業を応援する側として、えー、3, 3つの団体の方に、えー、お話をしていただきますでそこではですねやっぱり企業に対する思い熱い思いそれから企業の醍醐味あるいは企業をする際の大変難しいこと そういったことについて我々お話聞けるんじゃないかなというふうに思っておりますそういうその先輩たちの背中を見て今日ここに参加しておられる皆さんがその背中を追って、まあ、今度は自分がここに立とうそういうようなことになってくれると我々としては非常に嬉しいなというふうに思います今日は私も最後まで皆さんのお話を伺う聞く予定でございますそういうい中で仙台 起業すするるのにに最も適したただななとと言われるようになりたいと思い思ますで皆様方がその後を追ってたくさんここに来ていただいてですね今度は自分がここに立つそういう思いでえ今日のお話を聞いていただければと思います皆さんの起業家スピリッツに火をつけられればこのイベントは大成功になりますどうぞよろしくお願いしますありがとうございました